ミャンマーの軍事政権が実施した国民投票は、サイクロンの直撃を受けた一部被災地域を除いて10日夕方終了し、開票作業が始まりました。軍事政権が主導して作成した憲法案は、軍が強い影響力を保つ内容となっていて、軍政は国営メディアなどを通じて賛成票を投じるよう国民に働きかけました。AP 通信は複数の投票所で有権者が脅迫されていたとの目撃証言を伝えるなど、投開票の公正さが疑問視されています。結果の発表はサイクロンの被災地で投票が行われる今月24日以降になる見通しです。一方、サイクロンの被災地では救援物資が行き届かない状況が続いています。国連は陸路や空路で救援物資の輸送を行っていますが、 WFP 世界食糧計画はチャーター機で輸送した救援物資が10日も軍事政権によって空港で足止めにされていることを明らかにしました。軍事政権は自らが物資の配布を行うとしていますが、150万人とも言われる被災者が緊急に水や食料を必要としていて、物資の配布の遅れによる二次災害の拡大が懸念されています。